久保さん。まあ、今回映画の A にしましょうか。ウクライナまだやってますね。人生とは映画ですよ。映画。まあ、どんな映画、あステージごとに映画が作れるかっていうね、ことが大事なんじゃないかなと思いますね。うん。なんか過去を振り返ったときに、何の思い出もない。つまりま、自分の人生の中に映画が描かれてない。 映し出されてない。映し出され、何も映し出せない人生って楽しかったんでしょうか。うん。まあ、生きてる意味はないんですけども、そこに意味をもたらすとするならば、人生のドラマ、うん、映画を自分で作るっていうのが一番いいんじゃないですか。うん。だからまあ、久保さんもね、まああの、 いろんな映画を作ってきたと思いますけど <laughs> まあ今は本当映画化できますよねバリ島の兄貴が映画化になりましたけど久保さんも映画化できるぐらいのまあストーリーはあるんじゃないかなと思いますけどねマージャン店で起こった出来事からネットビジネスで逆転みたいなね映画にできんじゃないですかね <laughs> 僕も映画にできますようん多分 いろいろありましたからね、本当に。うーん。いろんなことあったけど、今はね、どちらかというと、まあ、平和ですね。うん、だから逆に言うと、この平和をずっと眺めてい,きいけるようなドラマですよね。また、これを維持していくためのドラマあですかね。うん。またいろんなこと、ね、僕はまだ、 あのコンテンツビジネスしか収入の柱がないのでまあ他にもね久保さんは FX っていうね、まあ、コンテンツも売れるし FX も勝てるしみたいなねんいろいろやってきたと思うんで僕はあと仮想通貨もやってきたし僕は仮想通貨もやってないし投資もやってないのでまあ新しいまた挑戦をまた40からちょっとしようとは思ってますけどまたそこで新しいドラマが生まれるんじゃないかなと思いますねうん。 までもこ、まあ、僕はまあコンテンツビジネスはずっとやるんであの久保さんと僕の人生の中で大きな違いがあるとするならば僕は本をやっぱ出版できたっていうのがやっぱ他の普通に生きてたらリアルの本を出版できるっていうのは多分あんまないと思うんですよね人生経験で僕はその本屋、まあ、今本屋に並んでるのは多分あんまないと思うんですけど出版した時に自分の名前でその、ね、いろんな本がある中で自分の本がこの 積まれてるのを、光景を見て、本当に人生って、いろんなことがあるんだなと。学校の勉強もしてこなかった、就職もできなかった、6人できなかった僕がね、こうやってなんか、こう本屋に本が、まあ、ちょっとうさんくさい本ですけどね、情報詳細完全バイブルってうさんくさい本だけども、<laughs> なんか人生ってなんかいろいろ、すごい、あの感動というか違和感ですかね。本当に人生って何あるかわかんないなっていう。 うん、でもあの本を出版できたあー理由もね、山口陸さんのおかげっちゃおかげですからね。<laughs> そう、うん。まああれもね、もう人生わかんないですよね。山口さんからね、あのメールが来まして、DM がで。なんかその、インフォトップとかで商材売ってる特定商の取引の メールアドレスに大量に DM 送ってたらしいですけど、<laughs> たまたまうちの会社も入ってて、ね、で僕が読んで、面白いんでちょっとじゃあ会いましょうかっつってね。もちろんセールスされましたけど、セールスしかしてね。なんかアプリで稼げるんですっていうね。あそこ面白いからちょっと一緒にやろうよっつって、ね。<laughs> もう一通のメールですよ。山口さんも一通のメールから人生変わったんじゃないかなと思いますけど、うん僕は一通のメールを読んで会って、 で、そっからビジネスして、そのビジネスから久保さんがね、スマホアプリで稼ぐ10時間、なんちゃら、みたいなのね、買って、なんか、あのメール偉大でしたね <laughs>。山口さんがあのスパムメール送ってなかったら、久保さんの人生なかったかもしんないですね <laughs>。山口陸のスパムメールが、久保さんの人生を変えたのかもしんないですね <laughs>。 いや本当、普通だったら見落としますからね。たまたま、あの、メールチェックしてて、うん、普通だったらね、その、DM の営業メールってスルーするんだけど、やっぱスマホアプリっていうので、結構その、ね、当時なかったんで、面白いなっていう、その切り口がね、他にない切り口だったんで、面白いなと思って。そう。いや僕もあの、ね、やそこから山口さんとの関係性があって、 で、その後何年かぐらいに、吉田さん本出しませんかみたいない。ちょっと出版社で探してるんですよ、今、みたいな。お話しいただいて。そう。だから最後、その出版の、原稿の締め切りの時は出版会社に缶詰でね、山口さんと一緒に原稿 <laughs>。原稿を書いて山口さんにチェックしてもらったりとか、なんか、それも思い出ですね。缶詰みたいな、最後。うん うんだからなんか、ほんとね、人生いろいろありますよ。うーん。基本なことから。だからでも、ゾッとしますね。まあ本当に僕、なんか、まあいろいろあったんですけど、なんか、もしいろいろなかったら、まあ今も、なんか、バイトしてると思いますよ、多分。どうなんすかね。アルバイトしてたんじゃないかなっていう。うーん ゾッとしますね。なんかね、来週車はね、あの300万で買ったパーツ全部揃うんですけど、なんかそんなワクワクするようなこともなかっただろうしね <laughs>、うん。ようやくね、来るんですよ。楽しみですね。ようやく完成ですよ。もうあんまり、あといじるとこないんですけどね。もういじるとこないですかね。うん。まあ、トータル1000万ですからね。車体入れて。 まあ34が売れたっていうのもあるんですけどね。うん。まあ34を買えたっていうだけなんですけど、でもそ,その34もね、すげえね、だって23万キロっすよ。23万キロ走った車が、ええみたいな価格で売れたんで、僕からするとね、ありがたいですけど、うん。だって普通10万キロ走ってたらね、あれじゃないですか。 もうなんか価値がないみたいな話ですよね。だから23万キロの車をこの金額で買い取ってもらえるっていうのはなんか本当奇跡ですよ。価格はちょっと言えないですけど、でもまあ買った時の 2, 2倍ぐらいかなにはなってると思うんですけどね。<laughs> 不思議ですよね。 まあこれからもね、まあ Z4 が値上がりすることはないんで <laughs>、絶対ないんで、あれですけど。うん。まあとりあえず、まあ,あのすみません、久保さんの,あのキットとは違って快適に乗れますんで、車。<laughs> 本当ね、神ですね。エアコン、エア、まあ、久保さんもね、苦しみは分かれてますけど、車乗れないですよね、本当に。僕も3、4、夏場無理ですもん。本当なんかあの、 赤信号ね、どんどんあの、ま、あ水温計とか全部ついてるんで、どんどん赤信号の時にね、水温がもうどんどん上がるんですよ。早く動け、みたいな。だからもう、ヒヤヒヤしながら乗らないといけないし、で、別にそのエンジン止めてもすぐエンジン冷えないから、うあん。まあ、今はもう快適に <laughs>、クーラーガンガン効く、あ、クーラーってすごいなっていう <laughs>。 クーラーのありがたみを感じて快適に乗れるので。うん、まあ34は34でね。まあキットはキットで味、そういう、それがまた可愛いというかね。そういうところが可愛い味があるっていうところあるんですけど。うん、まあ、34を乗10年ぐらい乗った34のドラマもあるし、また今度 Z4 でいろんなドラマ、映画作るだろうし。うん まあもしくはね、あの、事故る、事故、事故って消えるっていうね、一千万消えましたみたいな。<laughs> <laughs> ことにもなるかもしれないけどね。まあわかんないですけど、うん。まあそれはそれでまた人生ですね。はい。いってらっしゃい。